自動車検査省は自動車の所有者や使用者を交渉したり、当該自動車が検査時点において自動車保安基準に適合していたことを証明する公文書である。車検証と略して呼ばれることが多い。登録自動車及び送配器量250立方センチメートルを超える自動二輪車においては国土交通大臣が届け出や登録の管理や自動車検査省の交付を行い、 自動車技術総合機構が検査を行う。軽自動車においては、使用の本拠の位置を管轄する営自動車検査協会が交付、検査、届けで管理を行う。自動車を運行する際には、有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証を常時携帯することが義務付けられている。自動車検査証を携行せずに自動車を運行した場合、 50万円以下の罰金に処せられる。自動車検査証自動車検査証普通車の自動車検査証は自動車が自動車登録ファイルに登録されていることを交渉する書面である。このことから後部のナンバープレートに封印がある自動車を特に区別する場合、登録者ということがある。1970年3月自動車登録検査業務電子。 情報処理システム稼働開始による電算化によってカタカナ表記による自動車検査証の印刷発行が行われた。検査証は大蔵省印刷局製造の薄い大々色で当時の公文書の様式に倣い B ご飯のドットインパクト方式による打ち出しであった。1979年1月にはオンライン化されたムービスとなり1988年3月の システム公開により、モったスとなった際、B ご飯のまま漢字表記対応となった。1996年1月、システム公開により、モったスとなり、規制緩和等による記載内容が増大したことや公文書の A4 版化によって A4 版化された。これまでは、検査表彰も大型の4色のものが使用されていた。その後2002年頃より、代々色から、 ホログラムの入った薄紫色の新しい用紙に変更され、レーザープリンターによる印刷となった。2004年1月、システム公開により、もったすとなり、検査表彰が小型化され、副写機で副写したものには、コピーという文字が斜めに多数浮かび出る、コピー牽制パターンが入るようになった。2005年頃から、検査受検時の積算距離計表示値が記載されるようになった。 変更後の用紙は国立印刷局による製造である。2009年より新たに B タイプ車検証が交付されるようになった。オートローンやリースで所有権を留保されるような場合で、なおかつ所有者がその登録内容の通知を希望する場合に発行される。通知を希望しない場合は、従来の書式の車検証が交付され、所有者と使用者が同一の場合は、 A タイプ以外発行されない。これは所有者の合併や移転等による記載変更事務の簡略化のために始められたものであるが自動車を大量に保有するオートリース会社等の車両管理の簡略化にもつながっている。時折フォントや細かな様式が予告なく変更される場合がある。2012年6月以前は紫字の用紙、6月以降は 青字の用紙に変更となったただし、変更実施時期は、各運輸局の紫字用紙の在庫状況によって異なる。検査対象系自動車の自動車検査証検査、対象系自動車の自動車検査証検査、対象系自動車の自動車検査証は、自動車が軽自動車ファイルに記録されていることを交渉する書面である。2007年以前は、軽自動車の検査証は、 対象外軽自動車と同じく白い A5 班のカーボンコピーのついた専用紙に手書き記載する様式であった。増加する軽自動車に対して事務処理の簡略化、変造対策が急務となったことなどから、OCR シートを用いた処理に変更となり、薄い黄色地の専用紙への印刷による様式となった。二0十五年一月、各地で旧様式の用紙の在庫がなくなり次第、 単緑色の用紙へ変更され、若干の書式の変更に合わせ、継続検査時の受験形態が備考欄に印字されることとなった。登録者の検査証と記載内容は、ほぼ同じであるが、使用者欄が上、所有者欄が下にある、前後、後ろ前軸従欄がない、登録者のものより、本当が大きいなどの差異がある。小型二輪車の自動車検査証は、 自動車が二輪自動車検査ファイルに記録されていることを交渉する書面である。登録者と同書式で検査証が交付されるが、登録者と小型二輪自動車とでは、道路運送車両法上の扱いが異なるため、その記録は軽自動車とほぼ同じ扱いとなる。検査制度の対象外であるので、自動車検査証に該当する書類は、軽自動車届出済み証という。これは、 自動車が検査対象外系自動車届出言語ファイルに綴り込みされていることを交渉する書面である。検査対象者がすべて電算化されても、なお、検査対象外系自動車は A5 班の定額様式で届出済印はエンボス加工である。事務手続きを陸運支局が行う地域と、軽自動車検査協会に付随する団体で行う地域とが存在する。 偽造抑制対策原稿の検査証用紙は、偽造抑制対策として、下記の特殊加工が施されている。自動車検査証の内容は、車両部と原理部に2分され、備考欄を加えて、次の通り記載される。偽造防止のため、数年おきに、書式は変更されるが、記載内容は、当初からほとんど変更がない。なお、関連項目順に記載するので、 本校の並び順は、車検証記載順ではない。道路運送車両法によって、所有者の変更があった場合、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置が変更となった場合は、15日以内に変更する手続きを行うこととされている。よって、転居後も、以前住んでいた場所で登録された車両の変更登録を行わずに使用し続けるのは違法で、あるが、 一般に周知されているとは言い難い。これらの住所は国土交通省の定めた住所コードによって OCR シートに記載する。市区町村合併、地名変更等によって救命称で記載されている検査証も有効であるが、欄内右端の住所コード表示は旧コードままの表示または無記載となる。住居表示の実施等によって地盤が変更となった。 検査証も有効である。これらの場合についての記載変更は、道路運送車両法第67条2項により、登録義務の例外とされているので、使用者が手間をかけて書き換える法的な必然性はない。なお、継続検査等に合わせて、新表示に書き換えることを希望する場合、市町村合併による記載変更の場合に限り記載変更に関わる、手数料、 用紙代とも無料となる。また、市区町村合併、地名変更等によって、車検証状は、救命称で表示されている車両の隠し手続きを行う場合、委任状、OCR シート等には検査証に記載された通りの住所を記載する必要がある。この場合は、新住所の記載された印鑑証明書のみで手続きが可能である。しかし、旧所有者の住所に、 地盤変更がある場合、あるいは転居前の住所で登録されている車両の場合、婚姻等で旧姓のままの場合は、印鑑証明書に加えて、従前の地盤の記載のある住民票、戸籍等本、法人の場合は登記簿等本を添付して、手続きを行う必要がある。主に次の内容が記される。検査証発行時の業務種別及び内容その他、一般的な記載内容について、 例を挙げ解説する。これらのほか等が記載される。記載内容は車両によって異なりたきにわたるため、審査事務規定5から3から15尾公覧を参照されたい。また、平成26年2月17日以降に、継続検査の申請がなされた車両の自動車検査証には、次の三項目について新たに記載されている。一時抹消登録を行った車両について、 再度新規検査を受けた場合や、使用過程者で構造等変更検査を受けた場合、最後の継続検査に関する表示は削除される。平成29年4月より、普通車、二輪の小型自動車について、指定整備工場が発行した保安基準適合証によって、新規登録及び継続検査を取得した車両について、当該指定整備工場に付された。 指定番号が記載されている。保安基準適合表彰指定自動車整備事業者が、検査対象自動車の自動車検査を行った結果、国の定める保安基準に適合する場合に交付する書面である。すべての検査対象自動車は、原則として、国の指定する自動車検査場に実車を持ち込み、保安基準に適合していることの検査を受けた後に、 国に対して、所定の申請を行い、自動車検査賞及び、検査表彰の交付を受けた後でなければ、行動を走行することができないが、指定工場で検査を受けた自動車は、国の検査場での実写検査を省略され、所定の申請を行い、書類審査のみを受ければ、車検証等の交付を受けることができる。この国が行うべき検査を、指定工場が行い、 適合を認めた場合に自動車検査員が交付するのが保安基準適合証である。しかし申請の際にすでに当該自動車が自動車検査証の交付を受けている場合は自動車検査証の原本も同時に提出しなければならないことから検査完了後は指定工場が預かり国に対する申請を行うことが一般的で指定工場で検査を受けても 自動車検査証が当該車両に備え付けされていない状態となり、自動車を運行することができなくなってしまうことから、指定工場の自動車検査員は、車検証等の代わりとして保安基準適合表彰を発行することができる。なお、指定工場を経由した国への検査申請が一般的だが、保安基準適合、証そのものを指定工場より受け取り、使用者または、 その委任者が申請することも可能である。表彰では申請はできない。表彰及び適合証ともに有効期限は指定工場での検査日より15日である。表彰により運行している車両は期間満了後も有効な自動車検査証等の交付を受けていなければ当然に運行ができなくなり、有効期限を満了した適合証で申請をしても実車検査の免除は受けられない。 何らかの理由により有効期限を経過した場合に、再交付などの制度はなく、再度検査を受ける必要がある。また、指定工場での検査終了イコール車検完了ではない。最終的に、書類審査の上新たな自動車検査証等が交付された時点で、車検完了であることから、書類上の車検完了日は国に対して検査を申請した日となることから、 元の自動車検査証の満了日から1ヶ月前までの間に申請された場合は2年後の同月同日、それ以外の日に申請された場合は申請日から起算して2年後が新たな車検証等の満了日となる。なので、指定工場の協力が不可欠ではあるが仮に8月1日車検満了の指定工場による検査は日程的には車検満了日の1ヶ月15日前から受検できる。 また、車検満了日である8月1日に指定工場で検査を受検すると、翌日からは保安基準適合証の効力により15日間は運行を許されることから、適合証の有効期限である8月15日に申請をすれば、2年後の8月15日が新たな車検満了日となるため、空白期間を作らずに、次回の車検満了日を15日間延長することも可能であるが、 自倍席を通常より1ヶ月余分に加入する必要がある。何らかの理由により、新たな自動車検査証等の交付を受けられない場合は、元の自動車検査証の有効期限または、表彰の有効期限のどちらか長い方の期限までは、運行できるが、保安基準に適合していない場合や、口述する納税義務の不履行と審査された場合は、残存する有効期限に関わらず、 自動車検査証は没収され即時に効力を失うが、ナンバープレートは有効で、限定自動車検査証が交付されるので、速やかに整備をして、再受検しなければならない。もし、新たな自動車検査証の交付が受けられなかった場合は、速やかに当該自由を解消し、再申請しなければ上期期限以降は、運行ができなくなる。なお、近年においては、自動車税や、 放置駐車違反金の未納付があると、国は否決することができるので十分注意が必要である。適合証は A のサイズの用紙に3枚副写式となっており、1枚目が指定工場を控え、2枚目が提出用、3枚目が表彰となっており、使用者に対しては3枚目の表彰が交付される。表彰は使用者が求めれば原則として交付しなければならないが、 預かり、車検の場合などで、車検証等の交付まで当該自動車の運行の必要がない場合は交付しなくともよい。構造変更を伴う場合や、未登録者の新規登録については、本制度は適用されず、適合証、表証ともに交付することはできない。なお、偽造抑制対策として、表面をコピーすると、コピーの文字が浮かび上がり、表面。 理面ともに印刷業者名の周辺にマイクロ文字で保安基準適合証限定保安基準適合証保安基準適合表彰と印刷されている。適合お及び表彰に自賠責保険の保険期間が記載されるがこの記載は自賠責証明書の代用とはならない。別途、運行日をカバーしている自賠責証明書の備え付けが必要である。通常、 元の車検満了日までは、元の自賠席証明書、満了日以降から、新しい自賠席証明書の適用となることから、車検が終了したからといって、元の自賠席証明書を誤って早く、処分しないように注意が必要である。すでに国に対して、申請をした結果、当該車両が保安基準に適合しないが、直ちに運行を中止させる必要がない程度のもので、ある場合は、 国は限定自動車検査証を交付し、整備等の目的に限り一定期間内の臨時運行を許される。指定工場がこの限定自動車検査証の交付を受けた車両の整備が必要な部分を保安基準を満たすように整備し、再検査を実施した時に交付する書類。使用する書類は同一のものであるが、限定である旨が表示される。適合証は発行できるが、 表彰は発行できない。すでに保安基準適合証の交付を受けた車両について発生することはないが、主にユーザー車検を受検したが検査により指摘された整備が必要な部分の整備について自身では実施できない場合に指定工場に依頼して整備点検を実施してもらい、交付されるものである。15日の限定期間とはいえ、当該自動車を全国自由に運行させることができ、 かつ、国の実車検査を省略できる力を持っていることから、違法改造者の車検に用いられることも少なくなく、対策として、地方運輸局は、指定工場に対して抜き打ち検査を行っている。不正車検が明らかになった場合は、指定整備事業者の認定を取り消される等、事業の継続が不可能となることもある。一般市人が適合証を記載することはないが、偽造、 変造、不備などを見破るためには、下記の点を確認すると良い。道路運送車両法登録識別情報等通知書、登録者の使用を一時中止する旨を登録した場合、備考欄にその旨が記載された、登録識別情報等通知書が交付される。自動車検査証変納証明書二輪の小型自動車、及び軽自動車の使用を一時中止する旨を届け出た場合、 自動車検査証を返納したことを証明する自動車検査証返納証明書が交付される。自動車予備検査証中古車販売店等が契約から納車までの期間を短縮する等のために新たな使用者が決まる前にあらかじめ検査を取得したことを証する書類である。ありがとうございます。